こんにちは。今日は郡山駅周辺から郊外へドライブして見どころを散策する動画でお送りします。よろしくお願いします。郡山市は人口約32万人、東北では仙台に次ぐ都市圏を持つ町です。正面にはビッグアイというビル、超高層ビルですよね。地上24階建て、郡山のシンボルといっても過言ではありません。駅前も雑居ビルなど高い建物で埋め尽くされて、もうほんと都会ですよね。ではドライブを始める前にちょっと腹ごしらえ。こちら駅構内で買った郡山名物のクリームボックス、パンの上にねクリームが乗ってるシンプルな作りですが、これがねまたうまいんですよ。皆さんもね郡山に来たらぜひ。さあということでお待たせしました。それでは郡山駅のロータリーをぐるーっと回って敷地内を出てドライブをスタートしていきます。ひとまず駅から正面に伸びるこちらのメイン通りをひたすらまっすぐ進んでいきます。先ほどの交差点を抜けてまっすぐ進むとだんだん落ち着いたエリアになってきます。マンションや郊外型のお店が目立つ印象です。ちなみに郡山は郊外のロードサイドショップの発展が大変素晴らしいものがあります。ここの通りではそれが分かりにくいですが、他の通りを映した際にその様子を伝えようかと思います。現在左手にヨーク海星山スタジアム、右側には郡山市役所があります。ここでちょっと寄り道をします。なぜかというとね、ラーメンを食べたくなったからです。いや、さっきクリームボックス食べたじゃんとね突っ込まれてしまいそうですが、そうじゃなくて動画の作りとして昨日全泊した時夜ラーメンを食べたんですが、その道順を昼間の撮影の流れで持っていく方が場所が分かりやすいかなと思ったからです。ネットで調べたら郡山ではねとても有名なラーメン屋さんみたいです。道なりに走り、こちらの交差点を左手に曲がった先にそのラーメン屋さんがあります。今左奥に見えている赤い看板、こちらが正月屋さんというラーメン屋さんです。夜来た時のお店の雰囲気はこんな感じ。品そばと書かれた赤いのれん、なんかいい感じですね。で、注文した商品はこちら、焼き豚そばとチャーシュー丼。美味しそうでしょう。てかね、美味しいんです。この透き通ったスープ、なんかね優しい味がしました。店内には有名人のサインとかもありましたよ。映像は先ほど駅からまっすぐ伸びる通り、そして左手にヨーク海星山スタジアムの公園付近に戻りました。しばらく公園沿いをまっすぐ進んでいきます。で、途中ここを左手に曲がります。そうしますと、おお、なんか緑した施設内に挟まれましたね。左手側には先ほどのヨーク海星山スタジアムがある海星山公園、右手には海星山大神宮。実はここのエリアは郡山の都市公園でもあり、郡山の歴史が深くわかるエリアなんです。ちょっとそのあたりを簡単に紹介します。こちら海星山公園、中には湖があります。ちょっと濁ってますね。実は前日激しい豪雨だったためそのせいかと思います。映えなくてその点は申し訳ないです。で、こちらに注目。園内には開拓の心と書かれている石碑があります。そう、郡山は実は開拓の地なんです。郡山の昔の地名が朝霞、江戸時代は比較的大きな宿場町で栄えましたが、そこまで大きな町ではありませんでした。時が経ち明治になると朝霞開拓が行われます。そこで大活躍したのが福島の代表的な湖、猪苗代湖。マップにある猪苗代湖から水を引き農地を整備、さらにその疎水から水力発電が発展。あとはもうそこに工場が建ち、
工場があると物流のために交通網が整備されます。そうやって今の大きな都市へと発展したみたいです。このプロジェクトに関わったのが右下に映ってる大久保利通さんなんですね。開成山公園内には開拓者の銅像が置かれてます。左から2番目に大久保利通さんが。まさに園内は郡山が生まれた歴史を示した公園です。ちなみに猪苗代湖から引いた疎水、最初ねこれかなと思ったんですけど実は違いまして、ウィキペディアから引用したこちらが浅香疎水です。郡山が発展した源です。公園から道路を挟んだ向かい側には開成山大神宮、地元の方ではもう超有名なんでしょうね。いい雰囲気です。では車に戻り次の見どころスポットへ向かいます。ということでやってきました。一体ここはどこでしょう。そうこちら福島大瀬ワイナリー、フルーツ王国福島の果物を使用しているとのこと。もともと郡山市で栽培されてなかったワイン用のブドウの栽培に地元の農家や郡山市と着手したとか。奥には郡山市街地がうっすらと見えます。店内は落ち着いた雰囲気の木の作り、いいですね。こちらではワインが飲めるとか。今日は運転なのでここでは飲めず残念です。一応自宅用のお土産ワインを買いましてこんな感じで写しました。店内にはワインの製造する機械も置かれてて、なかなか普段の生活では見ることないですもんね。非日常的な気分です。個人的にこの大瀬ワイナリーの T シャツとパーカーがねなかなかおしゃれだなと思いました。皆さんも来たらぜひ買ってみると良いですよ。ワイナリー周辺の様子はこんな感じ。奥の看板には車のチェーンをつける案内がありました。この先は雪国なんですね。ちなみにこの奥に進んだら猪苗代湖があります。じゃあ車に戻り一旦来た道に戻ります。はい、郡山市街地の手前、国道4号と交差するエリアまでやってきました。それでは4号線に入りしばらく道なりにまっすぐ進んでいきます。それではもう少し行った先で一旦国道4号を降りたいと思います。そしてここを右側に曲がります。どうでしょう、郡山駅前は都会ですし、明治の開拓とかなんとなく北海道みたいな感じもありますよね。そしておしゃれなワイナリーもあってなかなか個性的な街かと思います。そんな郡山、他にも見どころはほんとたくさんありますので、全部をこの動画で紹介するのは非常に難しいですが、もう一つ調べたら興味深くて行きたいスポットがありましたので、そちらまで向かおうと思います。で、今度はここのツルハドラッグのある交差点を左手に曲がります。左や右に曲がりますとかで、皆さん地理的なイメージはつきますでしょうか。イメージは郡山駅を中心に外側をぐるっと回ってます。現在は北方面にいて、環状線で東方面に向かってる、そんな感じです。この先の目的地はやや複雑な経路をたどるため、アバウトな地図でここへ行くよと記しました。それでは目的地の様子をお楽しみください。ってことで着きました。かなりのどかなエリアになりましたね。ここはどこだ？そう、高芝デコ屋敷というとこです。全国的にも有名な玩具、おもちゃの故郷だとか、現在も4軒の工房兼販売店が建っており、約300年もの伝統を受け継いでるとのこと。お店の玄関の様子はこんな感じ。おー、いい味出てますね。で、中にはお土産にもね、買いやすいサイズの玩具がいっぱい並んでます。
この奥には職人さんがいて色を染めてる光景もありました。この色合いをね、綺麗に染めてる職人さん、ほんと脱帽ですね。なかなか味わい深い観光地ですよね。ここはね、大人から子供まで結構楽しめるんじゃないかなと思います。この時小雨が降ってて、デコ屋敷周辺のアジサイがまた良い味が出てました。奥には神社もあるんですね。周囲のノスタルジックな雰囲気がまたたまらないです。いい感じです。では先ほど走ってきた環状線方面に戻り、そのまま駅方向へ戻ります。まだ動画が続きますので、ぜひ最後までご覧ください。環状線を外れ、郡山駅方向へ向かってます。だんだんと高い建物が現れ始め、この辺りまで来るとさっきののどかな郊外とは別に都会らしい雰囲気に戻ってきました。で、今バスが止まってる交差点、こちらを左側に曲がると郡山駅方面となります。ちなみにビッグアイという駅前にある高層ビル、あちらは以前郡山駅周辺の街ブラで展望台からの景色も映しましたので、郡山駅周辺の街ブラ、そして展望台の景色を見たい方はそちらの動画も概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ見てください。ということで郡山駅に到着しました。ちなみに郡山駅から伸びるメイン通り、先ほども映した場所ですが、こちらの交差点を左側に曲がってまっすぐ進んだあたりには郊外型ロードサイドショップがずらりと並んでて、これがお隣南側にある須賀川までずっと続いている印象を受けました。こうやって郊外を走ると郡山は駅前だけではなく郊外の発展も大変素晴らしいことがわかります。また先ほどのラーメン屋さんがあった正月屋付近にある桑野地区、並木地区も似たような感じで、ロードサイドショップはこれでもかというくらいに充実してました。ほんと東北エリアでは関東にも近いエリアで、暮らすのにも便利な都市であることをね、今回このドライブを通して強く感じた次第であります。で、そしてこちらを左側に曲がった先にはビッグパレット福島という多目的ホール、コンサートとか同人誌即売会も開かれる東京ビッグサイトのような会館です。こういうのが市内にあるって普通に都会ですよね。奥にはうっすらと駅周辺のビル群が見えます。以上、郡山駅周辺から郊外へドライブする動画でお送りしました。街ブラや郊外ドライブをメインに挙げてますので、よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴大変お疲れ様でした。